えー、こんばんは。えー、農家とのお返でお送りしています。1分間イン今日も常年つくさチャンネルの,のニースのトラ顔からロシアですね。えー、ロシアのカウントダウン。えー、選挙前に、えー、これはやばい。えー、新勢力。 お、もう、参戦。え、ウクライナが大規模、ドローン攻撃。えー、隙間をついて、自由、ロシア軍、ロシア義勇軍、さらにシベリア大隊が、国境越えの進軍ということで、え、ウクライナが本当に大規模な、特に、前回もお示ししたけど、この、え、モスクワ、トーラ、トーララ、ニニジ、ノボゴロド、ベルゴロド、 えー、クルクス、ボロネージェ、特に、えー、声優施設ですね。結構大手の、この、えー、今、この、うん、声優を生成するところを狙っていますね。えー、奥のこのこ、うんえー ロシア各地のそういう石油生成場をドローンで攻撃して、そのまた、間ですね、それで一緒に連動して、この2週ですね、このロシア、自由ロシア軍と、ロシア自由軍と、シベラ大隊が、この国境を越えして、この陽動作戦ですね、この、ロシアは本当に、 経済、全振りしてますけど、この、特に、えー、石油、石油、えー、生成ですね。そういう、えー、軍事、そ,その、 国民のその動揺を遅らるために言ってますね。まだノンダフ、ウ、えー、クライナの参謀、えー、情報参,参謀総長かな、ノンダフかな、えー、もう、えー、この、は、えー、呪食、始まりであって、えー、クルミ半島を本当に大規模に攻撃することを、まあ、そういうことを示唆してますね。まだまだこの目が離せません。えー、短くなりますが、この、 情熱草チャンネルのニュースの虎が、えー、このお、うん、ロシア、あ関東団、それと、おこの、おおえー、このウクライナ最近のお状況ですね、えー、この、 ウクライナは本当に、このロシアの、この、生于、石油、石油、生生上本当に、えー、効果的目標ですね。国立的目標を叩いていますので、えー、ウクライナに栄光あれですね。えー、じゃあ、もう一度サムネをして、えー、締めていきたいと思います。えー、ロシア、情熱かさ参年のニュースのトラッカオから、ロシアカウントダウン。選挙前に来ればやばい。新戦力を、もう参戦。ウクライナが大規模ドローン攻撃を、 隙間をついて、えー、自由ロシア軍ロシア義勇軍さらにシベリア大隊が国境越えの進軍地区こで絶対このプーチンのお武力による、えー、現状変更を許せないです、ねえー、このおクリミア併合から部分戦争まして全面戦争に初めて、えー、この西側が団結してこのおロシアをお一日も早くく。う プーチ、まあ。ロシア軍をウクライナからあ追い出すべきですね。ウクライナへ行こうあれ。引き続き常年つかさチャンネルのニュースのトラガーをオーチングしていきたいと思います。マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。えー、また聖書を学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願い,いたします。マスターとしたら終了です。パションブズ、シャロム、シャロム、シャロム。